ねえマリサ、かの国の人たちは4本足のものなら机と椅子以外何でも食べるって聞いたけど本当なの？ああ、本当だぜ。4本足のものなら机と椅子以外、2本足のものなら両親以外、羽がついたものは飛行機以外何でも食べるんだぜ。それはさすがに言い過ぎじゃない？まあこの言葉は中国南部、広東省の人々の食を指すもので、すべての中国人が何でも食べるわけではないが、決して言い過ぎではないと思うぜ。野生動物が売られている市場には、日本ではお目にかかれないような動物たちがたくさん売られているからな。それは過去の話で、現在ではSARSやコロスケの影響で野生動物を食べなくなったんじゃないの？中国政府は表向き野生動物を食べることを禁止する姿勢をとっているが、市場にはまだまだたくさんの野生動物たちが売られているし、裏でもいろんな動物が売買されているんだぜ。感染症などのリスクがある上政府も禁止しているのに、どうして食べるのかしら？それには中国ならではのいろいろな理由があるんだ。一体どんな理由があるのか気になるわ。詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回は中国人が野生動物ゲテモノを食べる理由と闇取引される動物たちについて紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。そもそも中国には闇と呼ばれる野生動物を食べる文化があるんだ。文化っていうくらいだから、相当昔からあるの？中国の食文化は長い歴史を通じて発展してきたからな。中国4000年の歴史があるものね。中国料理の最高峰とされる満漢全席にも、様々なゲテモノが使われているんだぜ。満漢全席って宮廷料理じゃなかった？そうだぜ。満漢全席は中国全土の美味を集めた清朝時代の北京における宮廷料理だ。その宮廷料理にはどんなゲテモノが入っているの？クジャク、象の鼻、ラクダのコブ、猿の脳みそ、象の胎児、オランウータンの唇などのゲテモノが入っているぞ。想像以上のものばかりで聞いてたら具合が悪くなってきたわ。それにしても皇族や貴族の人たちが意外なものばかり食べてて驚きね。その中でも猿の脳みそは特に中国の高級珍味であると考えられているな。猿の脳みそなんて想像したら吐き気を催してくるわ。それにしても宮廷料理の食べ物はどれも入手が困難で、一般の人は食べられそうにはないわね。そうだな。一般の人は闇市場で売られている動物を手に入れるか、自分で捕まえて食べるんだぜ。その市場にはどんな動物たちが売られているの？犬、猫をはじめ様々な哺乳類から鳥類、蛇などの爬虫類、両生類、魚類に虫などありとあらゆる動物が売られているぞ。中でも変わった動物はクジャク、カンガルー、コアラ、ラクダ、ワニ、狼などがいるな。中国にはいない動物までいるのね。オーストラリアのカンガルーやコアラがいて驚きだけど、パンダがいなくて安心したわ。さすがに中国人でもパンダは食べないわよね。甘いぜ霊夢。闇の世界ではパンダの肉も流通しているらしいぜ。嘘でしょ。では本題からは離れてしまうが、パンダ肉の流通が表に出た事件があるから紹介しよう。2014年にパンダ肉が販売されているとの通報を受けた雲南省小通市水府県の森林警察は捜査したところ、約 8.5kg の出所不明の冷凍肉と毛皮、頭や足の骨の一部、胆嚢などを発見、押収された。容疑者は熊肉だと言い張ったが、DNA 鑑定の結果、パンダの肉であることが判明したんだ。犯人は近隣の内族の農民、王兄弟だった。この兄弟は飼ってた羊が猛獣に噛み殺されたため、追いかけて害獣駆除したらパンダだったと言い訳したんだ。ところが銃殺されたパンダは手際よく解体されていたことや、肉は仲介人に売られていたことなどから見ても言い逃れはできなかった。この事件で転売に関わったとされる兄弟の知人ら10人が拘束され、王兄弟は兄が懲役13年、弟が懲役11年という刑額だった。重い刑が言い渡されたわね。パンダは中国の国家一級重点保護動物だからな。そして驚くことにそのパンダ肉は35キロに4本の手足をセットにして、わずか4800元当時約8万1100円という安値だったんだ。スーパーレアな肉なのに安すぎるわね。美味しくないのかしら。主に笹や竹を食べるパンダの肉は、肉食の傾向が強いクマの肉より柔らかくて美味と言われているな。じゃあどうしてそんなに安いの？安いと言っても四川省の労働者の平均月収は約3000元だから、それに比べるとはるかに上回っているんだ。
しかもこの価格は仲買人の仕入れ価格だから、末端価格はいくらになるのかわからないぜ。と入ってもパンダは毛皮や手のひらに高い価値があるため、肉はおまけ的なものなのかもしれないな。しかしなぜ高いお金を払ってまで珍しいものを食べたがるのかしら？それは珍しい肉を食べてみたいという好奇心だけではなく、中国伝統医学には、食材に応じた健康が得られるというブーピンという概念があるからなんだ。ブーピンは栄養食品や滋養補給剤、強壮剤を意味する中国語で、薬物は疾病の回復を目的としているのに対し、ブーピンは保健や身体機能の向上を目的としているんだ。これは食材に応じた健康が得られるという発想で、肝臓が悪い時はレバーを食べればよくて、強い動物を食べればその力が身につくということらしいんだ。強い動物の肉を食べたからといって強くはならないと思うけどね。徳川家康も読んだという中国の薬学書本草項目の中には、444種類もの虫、魚、野生動物などが薬効を持つものとして取り上げられているからな。そういった医学的な考えが根底にあるのね。その考えから1980年代には北京動物園の近くに、動物園で死んだ動物の肉をこっそりと提供するレストランもあったらしく、実際にシマウマの肉を食べた人もいるようだ。2010年にもクジャク肉やカンガルー肉を提供する闇レストランが園内にあると話題になったんだぜ。それって完全に違法じゃない？もちろん違法だ。そんな違法食材の中でも特に人気なのが動物のペニスだ。どうしてそんなところを食べるのよ。精力剤として力強い動物のペニスを食べるんだぜ。牛や馬のものは町の串焼き屋などに普通に売られていて食べられるそうだな。そして精力剤として最も効果が高いとされるのがトラなんだ。しかしトラはワシントン条約で取引が禁止されているため、まるでドラッグのようにこっそりと売買されるらしいぜ。トラのあそこなんて何よりも手に入らなくない？霊夢はまだ中国がどんな国かわかってないな。どういうこと？ないものは何でも作るのが中国だぜ。密漁するリスクは高いから、養殖して増やせばいいと考えて作られたのがトラ牧場だ。そんなの簡単に作れるものなの？この牧場はトラの絶滅を防ぐという名目で設立されたんだ。そういう名目なら簡単に許可も下りそうね。牧場を維持する財源として、自然死や不慮の事故で死んだトラの部位を販売しても良いとされ、トラは1匹あたりかなりの高値で取引されるため、闇取引の温床になっているのではないかと指摘されている。それって自然死や不慮の事故と見せかければ自由に商売できるってことよね。完全に狙ってやってるな。2017年時点で中国全土に200カ所、6000頭ものトラが飼育されていたらしいぜ。この数は全世界の野生トラの頭数をも上回るものなんだ。めっちゃ増やしたわね。まあトラはペニスだけじゃなく、骨や皮にも価値があるからな。1993年に中国はトラの部位の売買を禁止したが、自然死したトラの部位の売買は禁止されていないため、トラ商品は今でも企業から堂々と販売されているんだ。闇が深そうね。その他には珍重される漢方薬、ユータンクマの胃の採取を目的として飼育されるクマ牧場もあり、ここでは檻に入れたクマにカテーテルをつなげ、生きたまま胆汁を採取しているんだぜ。いくらなんでも残酷すぎね。動物虐待の最たる例だわ。これには中国国内からもあまりにも残酷すぎると批判の声が上がり、1000頭以上のクマを飼育する伝統中国薬の製造企業は、抗議活動によって上場を撤回したぞ。2003年に中国政府は、ミンク、ダチョウ、ハムスター、カミツキガメ、シャムワニを含む54種の野生動物について、農場で繁殖させ食用に販売することを許可しているが、その中にトラやクマは入っていないんだ。違法だけどいろんな口実を作って政府は目をつむっているのね。そして驚くことに、その人工繁殖販売の許可リストにハクビシンが入っているんだ。ハクビシンってコウモリからSARSウイルスを運ぶ中間宿主じゃなかったかしら？その通りだぜ。SARS流行後に制定された人工繁殖認可リストに、ハクビシンが入っているのはさすがにまずいと、各地方で暫定的に繁殖禁止にしたが、いつの間にか養殖が広がってしまったんだ。SARS ウイルスが発生して2004年に、ジャコウネコ科のハクビシンがウイルスを媒介するとして、大量に駆除されたんじゃなかったかしら？それなのにハクビシンが人工養殖認可リストに入ってるなんて驚きだわ。SARS のことは忘れてしまったみたいだな。
そして2019年に新型コロナウイルスが闇市場から発生し、世界中で猛威を振るってしまった。この感染被害は甚大だったため、中国政府はかつてないほどに強力な闇規制を実施したんだ。2020年2月24日、全人代常務委員会は闇規制の法案を可決。家畜認定を受けた動物以外は、食べることも繁殖させることも禁止するというホワイトリスト方式が取られた。ホワイトリストに掲載されたのは中国で古くから扱われてきた伝統禁畜として、豚、牛、コブ牛、水牛、ヤク、ガウル、羊、ヤギ、馬、ロバ、ラクダ、ウサギ、ニワトリ、アヒル、ガチョウ、ハト、ウズラの17種類。これに加えて外来種だが、繁殖秘法が確立している特殊禁畜として、ニホンジカ、アカシカ、トナカイ、アルパカ、七面鳥、ホロホロ鳥、キジ、シャクシャコ、ノバリケン、マガモ、ダチョウ、エミューが選ばれた。さらにミンク、キンギツネ、ホッキョクギツネ、タヌキは飛食用、すなわち毛皮のための繁殖が認められている。このホワイトリストに犬猫が入ってなくてよかったわ。この決定によりハクビシンや仙山鉱など多くの闇は禁止。年2000万頭、全世界の消費量の約半分を消費していると言われている犬食も禁止されることになったんだ。中国でもペット愛好家が増えてるから禁止になって当然よね。ところが広西チワン族自治区の玉林犬肉祭りは2020年も21年も、いつも通りに開催されたらしい。明らかに違法行為だが、法律があっても本当に運用されるかどうかわからないのが中国なんだぜ。聞くところによると、コロナ期間中の衛生に関する意識も、アフターコロナで元に戻ってしまったみたいね。また新たなウイルス等が発生しないことを祈るばかりだぜ。そうね。ということで今回の解説は以上だぜ。ゲテモノを食べたことがある人や知ってることとかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。